と決めてみせるぜ。スーパーロボット対戦ネオ。スーパーロボット対戦とは、数多くのロボットたちが作品の垣根を越え協力して共通の敵に挑むシミュレーション RPG。 今作では14作品のロボットたちが登場。ユニットや地形など全てを 3D で表現。地形の起伏やビルなどの建物が立体的に描かれるマップ上で、原作のデータを元にした大小さまざまなユニットがバトルを展開。ユニットの移動は円で表示される移動可能範囲の中ならば自由に移動することができる。これによりマス目にとらわれない直感的な操作で移動が可能となった。また大きなユニットでは通れない場面でも小さいユニットなら通れるなど、ユニットのサイズを生かしたバトルが展開される。移動後表示される範囲内に敵がいれば攻撃することが可能。ただし直線的な武器は山やビルなどを貫通しないため、重要なのが局射攻撃となる。局射攻撃できる武器は障害物に身を隠し、敵の攻撃を回避しながら一方的にダメージを与えることができる。また空中ユニットで障害物を乗り越えての奇襲攻撃や、特定のスキルを持つユニット同士を使った合体攻撃など、各ユニットの特性を生かした戦闘が繰り広げられる。3D になった戦場で新たな戦いに挑む。スーパーロボット対戦ネオ。